コン、できるやつだなてめえは。この結界はずっと維持できるのか。残念。そうか。このままじゃいずれ押しつぶされる。俺だけなら頑丈さを上げれば耐えられるだろう。だが彼女を見捨てたら俺は一生後悔することになる。まだ諦めるわけにはいかない。何か方法があるはずだ。おい、ハッコン、もしかして加護の維持には金が必要だったりするのか。いらっしゃいませ。あれ見てみな。ん？あれって見えたか。金の入った袋だ。あれを結界内に引き入れて。よし、この金で何でも好きなの買ってやるぜ。これで3日も耐えればランミスなら掘り当ててくれるだろう。あとは待つしかない。どうしたんだ、さっきまで何も。頭が痛え。あ、バカか。俺は今、彼女は窒息状態だ。瓦礫で密閉されて空気が薄くなってるんだ。どうすればいい。時間の余裕はもう。そうだ、これってこれを口に当てろってことか。いらっしゃいませ。今ほど俺が自販機マニアでよかったと思ったことはない。この酸素自動販売機は大気汚染が問題化してた昭和40年頃に実在したものなのだ。ありがとうよ、ハッコ。お前さんが人間の男だったらマジヤバかったかも。そんな風に言われたら、自販機なのに胸が、いや、装置が高鳴って。ハッコ、どこなの。返事して。あの声は。ランミスが呼んでるぞ。返事してやれ。いらっしゃいませ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 。ハッコ、ハッコ、ハッコ。25のダメージ、耐久力が25減りました。ああ、思ったよりダメージあったな。